アーティストが横浜に滞在しながら横浜美術館を中心に市内各所で制作を展開するアーティストインミュージアム横浜が2005年横浜美術館。So I think the project was interesting. I think it's, it gave me an opportunity to make more work. And work that I could make more easily than even when I make it all alone myself. Because I have a place here. ロイ・スターブ氏、1941年アメリカ生まれ。学生時代に美術と幾何学を専攻し、1979年頃より野外で幾何学形態をモチーフとした環境インスタレーション作品を制作し始めました。作品の材料はその場にある葦や竹、石や雪などの天然の素材を使用します。今回も美術館内外で私たちが普段見過ごしている自然をボランティアスタッフと共に作品にしていきました。